はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ビーナスイレブンビビット、女子サッカーゲームですね。こちらをやっていきたいと思います。さあ、ゴールデンウィークログインボーナスというのがもらえますね。いや、超えられた。お、仕方ない。さあ、どうだ。なんか弾き飛ばすような。なるほど、高速モードを使えばこんな早い展開でいけるわけですね。2ターン目。さあ、交代を。さあ、交代させました。交代、後半戦。勝ちましたね。
いろいろ追加されたモードがありますね。さ、遠征が終了しました。さあ試合やってみましょうか。エキシビジョンがいろいろありますね。
あれ？もう試合の時間ですっけ？あと5分だけ日向ぼっこしてていいですか？PK 戦に突入しました。あと先取点奪えた。入った。追い込まれた。負けましたね。おっと、レベルは上がりやすいみたい。さあ、スカウトやってみましょう。と10回スカウトが大ですが、まずは1回スカウト。飛び込む？お、なんかちょっと危ない感じがする。さて、なるほど。育成してみましょう。シナリオがありますね。
使ってみましょう。10回、10回スカウトです。さあ、いろいろ選手が、確保できましたね。この天文さゆりっていうのは結構期待できそうな選手です。ちょっと天文さゆりを育ててみますか。というよりもいきなりこのビビットキャンプをプレゼントですね。好感度もアップできます。なるほど、このルーキープラスとかそういうものは特訓なんつうのもありますね。なるほど、今パスレベル1しかないんですね。さあ、編成をやってみましょう。おすすめ編成ですね。さあ、これで天文さゆりがチームに加わりました。次試合やってみましょう。通常リーグです。
挑戦します。おっと、借りることができる。これはポジションなんでしょうね。セミオートへ行きましょう。おかしいだろう、上野ゆきな。簡単に抜けます。さあ、スタミナ見てみましょう。ミッドフィルダーは誰だ？奥田光っていう選手が、調子といいますか、まあ、良くないようです。交代しましょう。さあ、これで後半戦です。シュート、おっと、誰？あ、そうだ。揺れますね。これ勝ちまして、ファンも増えましたし、売上高も上がりました。
もうなかなか。アイテムを減らさないといけない。アイテムはどこで減らすんだろう。交換所っていうのがあるみたいです。アイテムを減らすって、そういえばミニゲームは育成すればいいですし、さあもう使い切りましょう。トリックスターっていうのがありますね。これを装備してみましょう。アイテムを減らす方法ってどっかに書いてあるかな。
交換所だったっけ。アイテムについてってあるんでしょうか。ないみたいですね。なるほど。一体どこをホームにしてるんでしょうかね。ここっていう感じですね。